レクレアティーボウエルバは、スペインアンダルシア自治州ウエルバに本拠地を置く、1889年に創設された、スペイン最古のサッカークラブである。収容人数2万1600人のエスタディオヌエボ、コロンビーノをホームスタジアムとしている。2017から18シーズンは、リーガエスパニョーラのセグンダディビシオン B に所属している。ビジャレアル CF とは、友好関係にあり、 マルコス・ガルシアやマルティン・カセレスなど、ビジャレアルからレクレアティーボにレンタル移籍した例が多数ある。ホームスタジアムのヌエボ・コロンビー・ノウエルバは、イギリス人の鉱山労働者や、鉄道員を通じて、スペインで最初にサッカーが伝わった土地だった。1899年、リオティント鉱山で働く、イギリス人労働者と、現地在住のアレハンドロ・マッケーイシラによって、 ウエルバレクリエーションクラブというスペイン初のサッカークラブが創設され、これが後にレクレアティーボウエルバとなった。1910年代には何度かアンダルシア州内の地域リーグで優勝し、またスポルティング CP を破ったことでポルトガルのクラブに勝利したスペイン初のクラブとなった。1940年には西軍ダディビシオンに到達したが、 わずか1シーズンでテルセラディビシオンに降格し、1957年までセグンダーに復帰することはなかった。1965年にはレクレアティーボが主催するトロフェオ・コロンビーノが開始され、毎年夏のプレーシーズンにスペイン国内のクラブやヨーロッパ、南米の競合クラブが招待されてトーナメント戦を戦っている。1977から78シーズンには、 レアルマドリードの下部組織出身のイポリトリンコンなどに導かれ、クラブ初のプリメーラディビシオン昇格を果たした。1978から79シーズンには初めてトップリーグの舞台で戦ったが、わずか1シーズンでセグンダ降格となり、1990年までセグンダに在籍した。1989から90シーズン終了後に、 セグンダディビシオン B に降格し、九百九十七から九十八シーズンまでセグンダ B でのプレーを強いられた。九百九十八年にセグンダに復帰すると、二千一から零二シーズンはセグンダで三位となって、クラブ史上二度目のプリメーラ昇格を果たした。二千二から零三シーズンのリーグ戦では十八位と、低迷して再びセグンダ降格となるが、コパデルレイでは、 クラブ史上初めて決勝に進出し、RCD マヨルカに0の3で敗れて、準優勝に終わったものの、クラブの歴史上最も重要な栄誉を成し遂げた。2006年6月4日の CD ヌマンシア戦に勝利し、リーグ戦に試合を残して3度目のプリメーラ昇格を決めた。その後の試合でも、首位を守り抜き、マルセリーノ・ガルシア・トラル監督に導かれた2005から06。 シーズンはセグンダで初優勝を果たした。2006年12月20日、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウで行われるレアル・マドリード戦観戦のためウェルバを出発したレクレアティーボのサポーターバスが大型トラックと衝突し、運転手を含め4人が死亡する事故が起こった。クラブは試合の延期をスペインサッカー連盟に要請したが、フェフはこれを拒否し、 試合は予定通り行われた。試合は3から0でレクアティーボが完勝プリメーラ在籍年数がたった3シーズンのレクレアティーボが一度たりともセグンダに降格したことのないレアルマドリードを大差で下すという歴史的な結果に終わり、亡くなったファンの母伝に花を添えることとなった。トップリーグでの新シーズンは期待以上の成果を挙げた。 バレンシア CF にも2の0で勝利を収めるなど、2006から07シーズンは、クラブ史上最高の勝ち点54を獲得して8位に躍進し、3度目の挑戦で初めてプリメーラ残留に成功した。フロランシナマポンゴルは、チームトップの12得点を挙げ、サンティ・カソルラは、ドンバロン氏が選出する、スペイン人最優秀選手賞を受賞した。2007年夏、 マルセリーノ監督は、レクレアティーボ監督を退任して、ラシン・サンタンレール監督に就任した。人生のすべてのことには、始まりと終わりがある。レクレでの私の時間の終わりの瞬間が今なのだ。記者会見で、マルセリーノ監督2007年6月にはクラブが、元デンマーク代表のレジェンドであるミカエル・ラウドルップに、監督オファーを出すという活発な憶測がなされ、 ラウドルップの代理人によると交渉は進行していて、強くその気になっているとのことであったが、ラウドルップは、レクレアティーボのオファーを断って、ヘタフェ CF 監督に就任した。2007から08シーズンは、残留争いに巻き込まれるものの、最終節のレアルバリャドリード戦に1の1で引き分けて、残留を決めた。2008から09シーズンは、開幕から6試合で勝ち点4しか奪えず、 マノロサンブラーの監督が解任される。引き継いだルーカス・アルカラス監督は25節時点で13位まで引き上げるも、その後の13試合は1勝1分11敗と決定力不足に悩み20位でシーズンを終えて降格が決定した。2009から10シーズンは14勝15分13敗の9位であったが30試合で24失点に抑えたビセンテ。 グアイタがセグンダのサモラ賞を受賞した。2010から11シーズンは勝ちきれない試合が多く、序盤戦は最下位近くに低迷したが、緩やかに調子を上げて12位でシーズンを終えた。42試合で、引き分けは20試合を数えた。2011から12シーズンは常に、順位表の下半分に位置し、セグンダ降格後最低の17位に終わった。10、選手の国籍表記は、 FIFA の定めた代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。